変な色。ほら、見てみて、お化粧、クレちゃんのお化粧。はい、皆さんこんにちは、タツです。今日もね、ちょっとね、ビデオ撮ってます。はい、こんな感じです。うわ、エヴァなんかしてんの。下手くそ、クレちゃん下手くそ。何下手くそなの。ああ、メイクしてんの、ひょっとして。うん、ああ、そっかそっか。めちゃくちゃ見してメイクしてんの。めちゃくちゃ好き。なんだよそれ。これ何これ。これ何これ、クレちゃん。なんなのそれ。まあ、いいよ。なんかメイクをしてたみたいですね。まあ、何やってんだか。これどうしたの、これ。マリナが買ってくれたの、ママ。うん、マリナ。うん、マリナ。あ、マリナか。うん、これはクリスティーナ。うん、うん、これもクリスティーナ。これもクリスティーナ。マリナ。うん、これもマリーナ。あ、これじゃあお化粧のメイクセットを買ってくれたんだ。うん、彼女たち。うん、はい、ということでね、ロシア人のね、女性たちが彼女にね、うん、メイクセットをなんかね、プレゼントしたんですね。うん、ね、これあのマリーナってね、実はあのまあ、リタのですね、妹なんですけどね、うん、今アメリカにいてですね、アメリカからあの日本の方にいつもね、なんかいろんなプレゼントをね、送ってくれてます。うん、ママとかに。そうね、ママね、ちょっと最近会ってないですね。4年か5年ぐらい前にね、新宿に自分たちが住んでた時にですね、そう、あの時来たんだよ。あの時ほら1週間ぐらいかな、泊まってたね、家に。あで、あのいろいろね、ちょっとね、あの話したんですけど、まあすごくね、彼女いい人でしたね、本当に。まあ、たまにちょっとメールのやり取りなんかもしてるんですけども、これあれだ、爪研ぎだね、これ。うん、まあ今はあんまできないけど。これなんだろう、子供用のやつ、これ、うん、これあるの。まあそうだな、まあこれはな、ちょっとあんま荒れすぎる。これここで唇に本当はつけんだけど、なんかな、うん、違うな、グロスか。うん、あ、グロスね、リップグロスね、これ。うん、そうだけど大人だな、これ多分。大人用だ。大人、US って書いてるもん。メイドイン US。まあ、ジョージアにね、いた時に結構ですね、子供たちが化粧してましたね。メイクしてて、自分で。え、そうなん。そうだよ。だって、ほら、イザベルもやってたじゃない。え、やった？やってたよ。まだ5歳だったけど、あの子、化粧したな。本当だよ。イザベル。自分で？自分でなんかさ、リップも持ってたしさ。うん。うん。いろいろやってたな。まあ、日本人の子供に比べるとね、意外とこう、混ぜたりね、しますよね。どんな感じ？なんかそれ何ですかね。まあ、はい、思い、あ、でもいいんじゃないそれ。そう。ほら、見てみて、お化粧、クレちゃんのお化粧。ちょこちょこなんかね、メイクなんかもしてますね。学校帰ってきてね、たまに遊びでなんかやってるみたいですね。子供ってね、こんな風にして化粧を覚えていくのかなってちょっと思いましたね。まあ実もね、ちょっと今日はやってないんですけど、ちょっとね、私もね、結構ね、メイクします。本当はね、ちょっとビデオ撮る前なんかね、メイクしたりとか、まあ外出る時とかね、うん、結構やってますね。ファンデーションとか、アイライナーとか、うん、結構やりますね。撮れた？うん。ちょっとね、化粧ちょっと失敗しちゃったんで、うん、今撮ってまーす。ね。まあ普通に、うん。メイクって、ちょっとめんどくさい。そう。うん、それ何これ？これもマリーナ？うん、あ、クリスティーナ。あ、これクリスティーナ。うん、これ和歌山のね、ロシア人の女の子がね、くれたやつですね。うん、フラワー、あ、これクリスティーナか。うん、だけどモイストライザーをね、最初につけたからもいいんだよ、俺もやってる時に。なにこれ、それなに、ナルト。いやだ。ナルト、それナルト描いてんの。違う。違うの。下手くそすぎる。まあ、だんだんうまくなるんだよな、それで。それ、ナルトだよ、これちゃんね。ナルトじゃない。違うの。ハートハート描いてんの。うん、普通メイクは、これちゃん、ハート描かないよ。知ってる。うん、でも、そんなメイクあったからし。あ、そうなの。面白いね。面白くない。なんで終わった。これ、なんだこれ。
これは普通は こうやってつけるんだけど、アイラインなんだこれが。うん、それ何それ。爪に。あ、爪につけるのそれ、うん、ネイルね。うん、なんかこれちっちゃいから、ちっちゃいから合わないな、じゃサイズが全然全然4分の1ぐらいだ、 25% ぐらいしか変わりないじゃんそれ。全然サイズ合ってないよこれ。それ違うと思うそれ全く合わないよこれ。100円ショップで買った。いや、クリスティーナから。あ、クリスティーナからもらったのこれね。こんなの、あの爪に貼るやつらしいんですけど、まあ俺もでもあれだよ、ネイルやしたよ前。え、ブラックのネイル本当。まあ男でもね、ブラックのネイルはやったりするんだよね、たまに。やる人もいるんだよね。うん、変な人だけ。そう、うん、ピンクとかやんないよ。知ってるやらないよ、絶対やらない。ちょっと気持ち悪いんですね、うん、これそれもらったんだ。うん、これなんだろう。これもマリーナから。あ、これマリーナね。うん、あ、これなんか、あ、覚えてるな、マリーナくれてさ。まあいいじゃない別に。普通目メイクするとき目こうやってしちゃダメ。そう、うん、これじゃんのメイクだね。うまくなるよ多分メイク、そのうち、うん、ママみたいに。ああなるなる。子供の力やってればうまくなるんだけど、普通子供の力親は勧めないからねメイクをね。だけどまあいいんじゃない。だって別に学校にしていくわけじゃないからね。うん、うちでちょっと遊びでやってくるだけだからね。まあ前はピンク好きだったけど、今は緑が一番好き、うん、なんで緑好きなの。だってパパって何色好きなの。俺黒。やっぱ黒だよ俺。黒とシルバーと。シルバーって何。銀色。ねえ、うん、いつ白好きになんの。白好きになんないよ。だって俺の色じゃないから。白はブラックだから。俺の色はだから洋服も全部ブラックしかない。知ってる。全てブラックしかないね。ブラックとシルバーだね。あとたまに金色とかね。うん、うん、そういうのしかない。金のズボンとか走ったらお前はあるよそういうのキモい。キモくないよ、あるんだからそういうの。そういうなんていうかな、好きなブラック洋服のブランドがあったんだな俺にな。今も好きだけどさ。あ、これももらったんだ。これマリーナかな。あ、クリスティーナ。あ、これクリスティーナ、うん、くれたの。こんなのくれました。この目が難しい子、この手でやるんだから。ここの目閉じれない目に当たったらすぐ洗わなきゃダメ。まあそうだね、うん、赤くなる。